ガールズガールズガールズフルブースト、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリー、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリー、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリー。こんばんかえり、今週も始まりました、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。18のモーニングダイアリー、モーニング娘。18の加賀カエルです。牧野マリアです。森戸千咲です。はい、今日はこの3人でお送りしていきます。はい、1月8日は成人の日ということで、はい、生田絵里奈さんが成人式だった、はい、わけですけれども、うんうんうん、このモーニングダイアリーに出てるメンバーはまだ20歳の人が、うん、まだそうですね、ないですけど。でもさ、なんかモーニング娘。のさ、二十歳の人増えたよね。増えましたね。4人、今のところ4人ですね。本当だ。で、次に二十歳になるのが尾形さん。えなんですか。二十歳でもう二十歳になっちゃうんだよ。大人じゃん。でも今年はまだ違うね。今年はまだです ね、はい。すごい、そうなんです。そうなんですよ。衝撃的だ。振り袖とか。そしたら小田さんもだ。そうだ。そうですね。来年だね。来年。早いね。すごい、二十歳だって。すごい、ね。いや、すごいですね。すごいね。マリアたちまだだからね。まだだね。まだだね。もうちょっとあるね。まだまだ。もうちょっとしばらく。ね、はい。お正月は皆さんどうでしたか？はい、お正月ね、1月1日休みだったんですよ。休みでした。で、私は寝てました1日。寝ました。私も寝てました。嘘、はい、私はおばあちゃん家に行ってきました。おお、はい、そうね。みんなに親戚とかいて、うんうんうん、お年玉もらいました。おお、よかったし、嬉しい、うん。もう親戚のところに行って挨拶、最近あまり行けなくなっちゃったり、私カウントダウンライブにも出てたので、ちょっとあんまり行く機会もなくなってしまったんですけど、ね、どうだった？なんか2部ってどんな感じなの？でもなんか眠いとか全然なくて、もう普段のコンサートの感覚、で、普段はできないようなコラボとかさせていただきましたし、なんかみんなで3、2、1、ハッピーニューイヤーって言ってるのがすごくなんか楽しかったですね。はい、いいな、早く出たいな。出た。来年、再来年か。マリアが再来年なの。森戸さんは来年ですよね。うん、そう、来年、そうか、そうだね。そうですよね。だって同い年の人出てるけど、私早生まれだから今年も出れなかった。ちょうどね、あと2ヶ月だったもんね。そうそうそう。今年の今年、来、去年、去年でいいのかな。カウントダウンライブは9人出たんですよね。はい、もう増えたね。はい、うん、かなり増えて、はい。そんなにいるんだもん。ね、思った。モーニング娘。ワンエイトのメンバーもどん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 大人に、はい、なりつつ、ね、あります。すごいね。今年も、はい。はい、今年もちょっとぐだってちゃう、うん、今年も頑張っていきたいと思います。はい、さて、このモーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリーでは皆さんからたくさんのメールを待ってます。メールの宛先は1213@fmfuji.jp、 1213@fmfuji.jp。 私たちへの質問や相談、皆さんの近況などどんなことでも OK です。お待ちしています。それでは、ガールズガールズガールズフルブースト、モーニング娘。18のモーニングダイアリー、最後までお付き合いください。それでは今日の1曲目に行きましょう。ジュースジュース宮崎優香、モーニング娘。17牧野マリア、アンジュルム川村彩乃で、ゾーニで喧嘩したいんじゃねえよ。お送りした曲はゾーニで喧嘩してんじゃねえよでした。改めまして、こんばんは。モーニング娘。18のモーニングダイアリー、モーニング娘。18の加賀カエルです。牧野マリアです。森戸千咲です。はい、少し前のお話になりますが、はい、はいはい、お正月のお雑煮、はい、食べましたか？私ね、食べてないの。食べてないんですか？食べてないね。え、今年食べてないです。雑煮で喧嘩してんじゃねえよって言ってるんですか？はい、そうなんですよ。1月1日はちょっと寝てたので、あんまりご飯を食べてないんですけど。そうなんですね。でもね、寝てたんだね。そう、結構ね、寝てたの。で、この曲ね、雑煮で喧嘩してんじゃねえよって宮崎優香さんと川村愛乃ちゃんと一緒に歌ってるんですけど、はい、なんか全国の雑煮についてお話、なんか歌ってて、
例えばなんか私の愛知県は、はい、あの雑煮普通にだしに、うん、透明のだしっていうか、はい、だしのすまし汁に餅が入ってて、はい、あと餅菜っていうのが餅菜なんかねほうれん草みたいな感じなんだけど、はい、餅菜っていう野菜と、はい、あとなんかちょこちょこ野菜が入ってたりとかする雑煮なんだけど、うんはい、地域によってはなんか小豆を使って全体みたいな感じのね、でなんかこのモーニングダイアリーの作家さんは鳥取県出身らしくて小豆を使ってるらしいんですけど、なんか全体とか甘い雑煮とか、はい、あとお餅の中からに何か入ってるお雑煮があったりとかいろいろあるんだって。なんかそれすごく面白いなと思って。面白いね。でもあのあれですよね、海外にはお雑煮という文化は、うん、きっとないですよね。そうだね、日本だけだから。なんか日本にもそんなに種類があったなんて。そう、知らなかったですね。え、なんかちいちゃんのところって変わってたりとかする雑煮？そんなに、いやなんかそんなに変わんなかったな。そっか、普通だった。でなんか宮崎さんのところは、はい、なんかね忘れちゃったけどピンクと白のお餅とか、うん、その雑煮の中じゃないけど、あのさ、かわいい、かなんていうね、鏡餅、あ、はいはいはい、あれがピンクと白なんだって。へー、石川県だっけ。そう、石川県だから。そういうのもなんかお話聞いてすごい楽しいなって思ったし、なんかねこの曲聞いてもっと雑煮に興味持ってもらえたらいいなって思います。牧野さんはこの曲を歌ってて、はいはい、食べてみたい雑煮とかありましたか。食べてみたい雑煮、やっぱりなんか甘い雑煮を食べたことがないから、はい、しかもなんかお汁ことは違うらしいのね、うんうん、だからそれなんかちょっと気になるなと思って。鳥取県の、うんね、小豆の、鳥取県の食べてみたいなって思いました、うんうん、そうですね。あとはあれですね、カウントダウン、さっきも話しましたんですけど、うんうん、あのカウントダウンライブはあの一部には、うん、みんな出ちゃって、みんな出て、はい、二部はもうこの中だと私だけ二部に参加させていただきまして、うんうん、いやー、なんか新鮮でしたね、すごく。なんかコラボもしたじゃん、どうだった、はい、あの新垣梨沙さんと高橋愛さんと一緒に、うんうん、こうなんかあの例えば新垣梨沙さんとレアハンター、うん、高橋愛さんとソングスとか、うんうんうん、歌わせていただいて、うん、なんかあの特にソングスは私の中ですごくあのなんか好きな曲というか、うん、高橋愛さんがあの卒業された時のコンサートの DVD を見て、うんうんうん、でこう高橋さんがこうなんていうの、ステッキを持ってパフォーマンスをしてるんですけど、うんうん、その姿がめっちゃかっこよくって、うん、そこだけずっとリピート再生してたんですね。それぐらいなんかこうなんか自分の中で好きな曲、思い出のある曲、うんうん、すごいなんか憧れた曲でもあったので、うん、それをこうご本人と一緒に歌ってるっていうなんかそのなんか夢のようなコラボでなんかすごく嬉しかったですね、はい、なんかさ、はい、今年は20周年ってこともあって結構コラボが多かったじゃん、はい、だからなんかその高橋さんとか、はい、新垣さんのステージをなんかもう一回生で見れるっていうか、はい、きちんと私も見たことがなかったから、はい、それこそこのカウントダウンの2部のリハーサルをね見てたのね、はい、見てた、で、うん、その時になんかリハーサルからすごい迫力が、うんね、かっこいいって思って、すごいなんか歩くだけでもかっこいいし、同じ振りをやっててもちろんみんなもかっこいいのに、やっぱり高橋さんとか新垣さんもかっこいいなって思ったから、うん、なんかそれで一緒に踊らせてもらえるってすごいことだなと思って、うん、なんかいいなって思いました。ね、嬉しかったよね。すごく楽しかったです。楽しかった。すごいね。でもなんか、うん、なんかそのコラボで、うん、確かにそのすごいキラキラされてて、うんうんうん、なんかかっこいいなと思ったんですけど、うん、そこに負けちゃいけないなっていうのもあって、うんうん、なんかまだ入って1年だけどなんかこう自分だってこれぐらいできますよくらいの、うんうんうん、なんかちょっと背伸びみたいなのをその時はしてましたね、うん、頑張ってました、うん、必死になって、すごい、はい、すごくみんなかっこよかったね。ね、かっこよかった。本番が見たかったね。ね、ちょっと見れずに、本番が見れなかったから私たちはもう帰ってしまったけど。そうなんですね。本番が見たかった。年越しの瞬間はお二人は何をしてましたか。うん、年越し？ちゃん。あ、ね、マリアはギリギリお家に、うん、あの着いたの。はい、お家で、まあ、お風呂出て、はい、そしたらハッピーニューイヤーって感じでちょうど。なんか年越しの瞬間何してたって言われてさ、なんかお風呂入った後ですってめっちゃ面白い。そう、なんかちょっとお風呂なんか入ろうと思って早く入ったんで、なんかそしたらもうなんか入るタイミングなくなっちゃいそうで、そうだよ、試合から先に入ったら結構出てすぐぐらいにハッピーニューイヤーだったから、ちょっと面白い状況。森戸さんは、私は
もうあの家に着かなかったんですけど、うん、はい、もはやその年明けてすぐに初詣に行きました。おお、だから12時何分とか、うん、0時っていうのかな、もう年明けて本当に1月1日になってすぐに、うん、あの初詣行っておみくじをね、うん、引いたの、はい、そしたら大吉で、そう、そう、去年は確か何小吉とかだったから、うん、はい、とっても嬉しいなって、もう新年から嬉しいことがありました。いいですね、今年は森戸さんめっちゃ運がいいかもしれない本当に運がいいかもって思ってね、調子に乗って頑張ります、はい、私たちも調子に乗って頑張ります、はい、それではここで1曲聴いてください。モーニング娘。で SONGS。 お送りした曲はモーニング娘。で SONGS でした。モーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリー、今週は13期の加賀楓と12期の牧野マリアと14期の森戸千咲がお送りしています。はい、ここからは皆さんからいただいたメールを読んでいきます。はい、ダイアリーネームはしきさんからです。ありがとうございます。マリアちゃん、カカちゃん、森戸ちゃん、こんばんは。こんばんは。昨年2017年の締めくくりにハッピーなことがありました、はい、会社の忘年会のダンス大会でハッピー大作戦を提案していただきました、うん、ありがとうございました。その曲を含めメドレーにして披露させていただきました。 おかげさまで、社内1位になることができました。すごい。終わった時アンコールと言われてびっくり。その瞬間がとてもハッピーでした。皆さんはコンサートの時などにハッピーな瞬間はあったりしますか？すごいね。すごいですね。1位になりました。そうなんですよ、あの、うん、野中さんと尾形さんと私といた時に、うん、まあ、なんかこう忘年会で踊りたいんですけど何の曲がいいですかっていう風にメールをいただいて、うん、ハッピー大作戦がいいんじゃないですかって、うんうんうん、あの言ったんですよ、うん、それが1位。すごい、すごいね。え、なんかさ、衣装どうなったの？確かにマリア今想像してるのすごいスーツとかでハッピーだよ。なかなか面白いね、結構いい感じ、ね、でもあの曲はこうみんなでワイワイ盛り上がれる曲なので、うん、多分きっとその忘年会も楽しかったんじゃないですかね。確かに、確かに肩組んでなんかね、うん、みんなで踊る、ね、そうですよね。楽しそうだよね。楽しそう。なんか、まあ、コンサートに限らずなんかハッピーな瞬間ありましたか？コンサートだといつもハッピーだもん、うん、そうだね。だっていやマリアのハッピーな瞬間は、うん、あのプロ野球チップスを、うんうんうん、食べてるよくね。そうなんですよ、はい、買うとあのカードがついてるんですよ、うん、そのカードがなんかキラキラだった時とか、好きな選手が出た時とか結構嬉しいなって思いますね。アンハッピーな話していいですか？あ、どうぞあの私いいよ、あのラブライブがめっちゃ好きなんですけど、うん、ラブライブのカードが入ってるお菓子を、うん、お菓子がコンビニに売ってたんですけど、うんうんうん、その時でこうあの仕事の行き帰りにコンビニに行って、うん、毎回こうもうマキちゃん、錦のマキちゃんを当てるために必死に買って食べてたんですけど、ちょっとなかなか当たらなくって、もっと30個くらい買ったんです。それなのにあのその時あの一緒に行った研修生の子が、うん、あのじゃあ私もちょっと食べたいからって言って買ったやつの中にマキちゃんがいたんですよ。1枚買っただけですよ。信じられなくないですか？ちょっとアンハッピーな話しちゃいましたけど悲しいよね。悲しかった。悲しいね。ちょっと、ね、あの森戸さんのハッピーな話を、ハッピーな話。でもやっぱり、うん、なんかアイスとかもさ当たりがあるじゃん、うんうん、はい、あれなんかちっちゃい時に3回ぐらい当たったけど、それは嬉しいなって思いました。でもなんか、うん、当たるまで食べたいっていうか、うん、なんていうの、それはしないじゃん、アイスとかだとあんまり溶けちゃうし、はい、でも当たった時にすぐ行けないじゃん。行けないね。あれって、うん、あれね、なんかお菓子広場とかでもさ当たってもなんかねそうだよね、なんかさ実際行けないから、うん、当たっても未だに取ってあるもん、へー、当たりっていうか、だから行けないから、あ、もうなんかこういうのって、うん、やっぱそういうなんかね、心理なのかなって思ってきた最近、ね、でもなんかそのアイスの当たりではないけど、はい、そのピノとかを食べた時によくハートが出るの、うん、あれ星とか私毎回出たことがあって1回、うん、ハートとか星とか、それ嬉しいかも。なんかそれ嬉しいなと思っていつも最後に撮っといて最後に食べてた、うん、写真だけ撮って嬉しいよね。すごいですね。いいよね。いいですね。なんかどうだろうね、なんかさそういうさちょっとしたさ、うん、ハッピーのことでもさ、うん、なんかさちょっと気分が上がるって、なんかそういうお菓子とかめっちゃ増えてほしいと思う。ね、美味しいから、いいですね。でそれやったってなるよね。やったってなる。そう、お菓子だらけのお話になります。確かに多いからね、しょうがないね、ハッピーね、うん、じゃあ続いてのメールに行きたいと思います。ダイアリーネーム小林さんからです。ありがとうございます。牧野さん、加賀さん、森戸さん、
明けましておめでとうございます。ありがとうございます。ございます。初めてメールを送ります。お正月の2月2日からハロープロジェクトのコンサートでしたが、家族や親戚の方々とのんびりできる時間はありましたか？過去あの3日のコンサート2公演見に行かせてもらいました。やった、ありがとうございます。お正月といえば食卓を鮮やかに飾る、彩る彩るおせち料理、うんうん、大好きなおせち料理やふるさとの独特なおせち料理など教えてもらえると嬉しいです。ちなみに自分は栗きんとんと伊達巻きが大好きです。ーモーニング娘。ワンエイト、さらなる飛躍の年になることを祈っています。コンサートやイベントなど楽しみにしています。はい、ありがとうございま す。おせちか。おせちね、なんか私は、うんうん、あまりお家ではなんて言うんだろうな、なんか覚えてはないんですけど、うんうん、あのシェフミッキーっていうレストランっていうか、シェフミッキーシェフミッキーっていうところにあの毎年1月1日になるとご飯を食べに行くんですよ。へー、そうですね、夢の国の夢の国のねホテルのところにあるなんですけど、で今年は1月4日に行ったので、はい、あの1日ではなかったんですけど、毎年あのお正月に行くとおせちが置いてあるんですよ。あのバイキングみたいになってる、でそこでなんか卵とか行ってみた、そうなんかいろいろあって、であの会いに来てくれるのでミッキーたちと、めっちゃ行きたいんです。そうなんですよ、っていうところに行ってますね。来年連れてってもらいましょう。うん、便乗しようかな。マジで来年ちょっとあ、ね、シェフミッキーがご飯を作ってくれてる。最高じゃん。いいですね、はい、全然知らなかったっていうところでおせち食べてましたね。へえ、おせちは、うん、今年はちょっと食べれなかったんですけど、はい、栗きんとんが一番好き。おお、いつもでも栗きんとんは親が作ってくれるんだけど、うんうん、はい、それが一番好きで、はい、むしろ他の売ってるものを食べたことないから、なんか今度こう何食べ比べじゃないけど、はい、やってみたいなって、他のいろんな味の栗きんとん食べてみたいなって思いました。ね、マリアね、栗きんとん作れるんだ、うん、あのね、あの YouTube の番組で作ったの、料理教えてもらって、はい、佐藤さんと一緒に作ったんだけど、うん、はい、あのねすごく美味しくって、そうなんだ、そういっぱい作ったから、自分で作っても全然美味しいんだね。あのね、本当にしかもなんかなんていうの、さつまいもで作れるの、栗きんとん、さつまいも、そう、さつまいもの甘露煮をちょっとなんかいろいろやって、うん、さつまいもと栗の甘露煮じゃない、うん、あ、うんうん、違うのあのね、だけどさつまいもだけの、うん、あの甘露煮でなんかいろいろ煮つけ入れてとかして、煮るっていうなんていうの、なんかグツグツやって、うん、やって、うん、でそこに栗をちょっと入れて、うん、栗きんとんができるんだけど、すんごい美味しいよ、すんごい美味しかった。自分で作ってみたい。そう、作れるんだもん ね、お家でもそれから作ってないけど、うん、みんなに食べてください食べてくださいって配っても、うん、美味しすぎて、そういいな。私は今年はあのブログにあの載せたんですけど、写真をお母さんがこう盛り付けした、あのほんとちょっとだけなんですけど、あのおせちを食べてましたね。で、あの去年のお正月は伊達巻きがたくさんあったんです、お母さんが買ってきてくれてて、で私伊達巻きめっちゃ好きなんで、1月4日くらいまではもう毎日のように伊達巻きを食べてたんですよ。死んじゃう死んじゃう、死なないですよ、めっちゃ美味しいんですよ。なんか甘くてもう、もうその分あの他のものあんま食べない。なんですけど今年はあんまりなくて4個しか食べなかったんです。いや十分十分、4個食べれば1個も食べてない。え、なんでですか。マリアも今年食べてないから。え、食べた方がいいですよ。4個も食べて、え、今まではさどれぐらい食べてたの、はい、今までは、え、怖い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 、分かんないから、気にしちゃってでしょうか。え、10個くらい食べてるかな。結構食べてるね。他のが食べられなくなっちゃうね。え、すごいね。他のものはあんま食べないです。あ、そうなんだ。それぐらい好きってことなんだね、はいはい、へえ。でもさ、カイリーのブログの写真おしゃれだったね、うん、はい、お母さんが全部作ってくれました。すごかったね、なんかね、すごいおしゃれだったよ。撮り方、本当ですか。ね、本当にね、撮り方ポートレートっていう。そう、携帯のね、そうですね、機能がありまして、ね、上手だった。ありがとうございます。すごい良かったと思います、ね、なので私たちものんびり過ごせましたし、ね、あとコンサートもねいっぱいあるから、ね、またぜひ皆さんにも会いたいなと思います。はい、はい、それではここで1曲聴いてください。モーニング娘。で歩いてる。お送りした曲はモーニング娘。で歩いてるでした。
モーニング娘。ワンエイトのモーニングダイアリー。さて、オープニングでもお話ししましたが、はい、先日1月8日は、成人の日でした、はい、ということで、生田絵梨奈さんが生まれた年でもある1997年に関するクイズをしていきたいと思います、はい、モーニング娘。20周年の時にもこのクイズをしているので、うん、パート2ということで、はい、はい、それでは早速やっていきたいと思います。はい、わかるかな。いきます。第1問、ででん、多くのファンがいるジブリ作品、1997年に公開された作品は当時の日本映画の歴代興行収入第1位を記録。監督の宮崎駿さんはこの映画に構想16年制作3年を費やしたと言われています。さて、この映画のタイトルは何でしょうか。これ私わかる、わかると思います。私これ、どんだけ昔に、あ、でもなんとなくこれかなっていうのはわかるけど、私これわかります。分かんないよ、分かんないや。これ三択とかじゃないですもんね。ヒントあります。ヒントありますか。森、自然、自然。待ってよ。分かんない。待って、考えてるのと違うのが出てきたから。そうそう、多分これだと思うけど。分かった。待って、分かんない。よし、マリオ、これでいこう。これ普通の人分かりますか。なんで分かるそうです。絶対めちゃくちゃ分かるやつ。めちゃくちゃ分かる。あります。私一時期これハマってた、多分。すんごいうなずいてる。絶対分かるんですよ。でもさ、じゃあ多分これだ。分かりま、いきますか。また大丈夫ですか。オッケー、分かった。オッケー、いきますよ。せーの、もののけ姫。正解は、カイディは私はもののけ姫、マリアはもののけ姫。これナウシカ。あ、風の谷のナウシカ。そうそうそう、正解はもののけ姫でした。やった。来た。だと思った。いつだか分からないですけど、2017年にテレビで一回放送されました。夏くらいに。あ、そうなんですか。放送されて、で私それを見て、もう遅めのドハマりして、はい、めっちゃ見てましたね。なんか分かんないけど、昔のすごい人気のものっていうのは覚えて、もののけ姫。森、自然で分かりましたね。なんか生き物のあれですもんね。ね、はい。イエーイ。ということで、私と牧野さんが、はい、ポイントで言うと1ポイント1ポイントですね。はい、それではいきましょう。第2問、デレン、女優として活躍中の広末涼子さんは1997年に CD デビューをしています。このデビュー曲は竹内まりやさんが作詞作曲、吉川優さんや指原莉乃さんもカバーしている。この曲のタイトルは何でしょうか。この曲のタイトル、おお、なんでこれ、ヒントあります。ヒントめっちゃもう早いですね。頭文字的に何がいい、なんだろう。ヒントもらいました。ヒントは5秒前という文字がつくそうです。5秒前。分かった。ふんふん、5秒前だけど、マリア今ちょっとどっちかと迷ってる。何、どっちだろう、マリア。違う、聞いたことあるけど、マリアも分かる。4文字だ。違うよ、もっとある。5秒前の前って4文字。ちょっと長めですか。ちょっと長めらしいです。そんなにあるの。そんなにある。7文字。7もある。じゃあダメだ。7文字。恋する5秒前とかそういう感じ。そんな感じだと思う。全然違うと思う。まるで恋する5秒前もらいました。めっちゃ大ヒントじゃないですか。大ヒント、これも。でもわかんない。ちょっと待って。まるまるで。じゃあマリア、これにしよう。合ってるかね。よし、オッケー。もう言っちゃいますか。言っちゃいますよ。わかりました。せーの、マジで恋する5秒前。カイディは顔で。マリア、マジで恋する5秒前。マジでって言った。全然知らない。正解はマジで恋する5秒前。イエーイ。マジか。マリア、恋するかキスするか迷ったの。それ言っちゃったから。マリア、恋するって。恋するか、なんかでも聞いたことある。そうそう、でチームこの前聞いたことある。マジでだったら多分やったね。やったね。やばいやばいやばい。ということで、牧野さんと森田さんが1ポイントずつ。はい。で、牧野さんが2ポイント、私と森田さんがお互い1ポイントということで。はい、じゃあ続いて最後の問題ですかね。最後の問題ですね。第3問。1997年、サッカー日本代表は1998年に開催された FIFA ワールドカップフランス大会に初出場を決めました。その初出場、その初出場を決めた試合は、試合会場のあったマレーシアの地名を取って、
ホニャララの歓喜と言われています。さて、その地名は何でしょうか。全然わかんない。ホニャララの歓喜？なんとかの悲劇なら知ってる。何？なんとかの悲劇。ホニャララの歓喜？何？それ普通にわかりますか？マレーシア。その地名。そんなにうなずくのか。地名はないよ。マレーシア。生きてないもん。何ヒント、ヒントヒント、ヒント情報、情報です。情報、情報な、情報、ほほほ。それ漢字ですか、ひらがなですか、カタカナですか。カタカナ、カタカナ。情報、地名、ちょっと分かんない。結構難しいね。情報、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 情報ル。はい、あと2文字だよ、2文字。情報ル、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 情報ル。無理だな。情報ルなんとか。情報ルなんとか。あと2文字ってことですよね。情報ル、情報ル。わかります皆さん。わかります、みんなわかりますね。私たち生きてないですもんね。大人方は分かるそうです。子供も分かりません。最後の一文字だけにしてくれました。ジョホールバ〇〇、ジョホール歓喜の歓喜、ジョホールバ。よし、じゃあもうこれは当てていこう、当てていこう、当てていこう。ジョホールバ。よし、 OK。 無理やけどぞ。はい、いきます。じゃあせーの、ジョホールバと。えあ、じゃあカイジ、ジョホールバと。マリア、ジョホールバン。チームもジョホールバン。正解は、正解は、バルジョホールバル。ジョホールバルの歓喜。惜しい、一文字まで。惜しい、惜しい、惜しい、みんな惜しい、みんな惜しいよ。一文字までやってくれたから、ということで、優勝牧野さん、イエーイ。まさか優勝するなんて思わなかった。ということで、はい、私と森戸さんが、負けているわけですが、はい、これはあのいつものように罰ゲームがあるということでいいですか。罰ゲーム、これ2人をやるんですね。ちーちゃんとカイジが罰ゲーム。何だろう、その内容によってあれだわ。何を、何、ここで決めちゃいますか。罰ゲーム最後に発表してもらえますか。そのそうしますか。最後に、じゃあ、はい、わかりました。お願いします。わかりました。はい、というわけで、成人式を迎えた生田絵里奈さんが生まれた記念すべき年、1997年についてのクイズでした。はい、はい、ということで20年前もまあいろいろな、いや難しかったよ。出来事だった。難しいね。だって生まれてないもん。生まれてない。生まれてないんだから。うん、そうだね。なんかクイズ楽しいね。でももののけ姫とかもさ、見たことあったしさ、それはすごいなって思うよね。ね、生まれる前の作品を見てるからさ、しかもみんな知ってるじゃん。うん、そうですね。答えられなかったけど知ってるからさ、そう、それはすごいなって思いましたね。はい、歴史がありますね。それではここで一曲聴いてください、はい、モーニング娘。で信念だけは貫き通せ。お送りした曲はモーニング娘。で信念だけは貫き通せでした。モーニング娘。18のモーニングダイアリー、今週は13期の加賀楓と12期の牧野真理亜と14期の森戸千咲がお送りしています。さあ、ここからは、皆さんからいただいたメールを読んでいきます。はい、はい、ダイアリーネーム、アドバンスソースさんからです。ありがとうございます。マリアちゃん、カイディ、チーちゃん、来ましておめでとうございます。おめでとうございます。僕は社会人1年生です、はい、そしてついにお年玉を渡す側になりました。ある意味大人になったのを感じたのと、これから毎年お年玉の準備をするとお正月を感じるようになりそうです、うん、皆さんはお正月といえば何をするとお正月と感じますか。ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、お正月、まあ、でもなんかコンサート、今だったらコンサート、そうだね、ですね、始まるとお正月って感じするよね、うん、何かな。なんか私は、うん、あの小さい頃っていうか愛知に住んでた頃は、うん、あの親戚がみんなに集まるのね、うん、12月31日って、はい、なんかそれをするとまだなんかお正月っていうか、なんかもう年が明けるんだなって思って、
でそこで明けましておめでとうするから、うんうん、そしたらなんかあそれってお正月って合ってるのかな、うん、合ってると思う、うん、明けるからね。そうなんかなんか親戚がみんなと集まると、うん、なんかお正月っぽいよね、うん、確かに私もそうだな、うん、毎年なんか親戚とかと集まってたから、うん、みんなでご飯食べたりしてる時が一番こうお正月だなって思ったかな、うんうん、あと初詣とかもよく、うん、確かにね、行くし毎年、うんうん、初詣もそうね、うん、そうですね。私もあの親戚のお家を回ってましたね、おじいちゃんおばあちゃんと回るの大変そう。そうですね、いろんなところ行って、そっか遠いんだよ。そうですね、結構いろんなところに行って、でこう車で移動して、うんうん、挨拶して、うん、お年玉もらって、うん、へもらう、まだもらえるの嬉しい、めちゃくちゃ。でもお父さんとお母さんにじゃあこれ預かっとくねって言って持ってかれたんです。あ、そうなの。知らないわ。なんかその親戚が多い分、うん、あのお年玉をたくさんもらうんですよ、うんうん、だからまああの親戚のお家に回ってたのは、うん、中学校1年生くらいまでだったので、うんうん、あのその時はまあ持つお金にしてはちょっと大きすぎるからって言って預かってもらってて、でなんか多分でもどうしたんだろう、なんか2段ベッドをその時期買ったんですよ、うん、その時に多分そのお年玉を使われてしまいました。あ、そうなの。なんかあるよね、はい、あの多分使ってないのお年玉を使わないの多分。すごい。なんかそうやって、はい、なんかお小遣い制とかでもないからお金よくわかんないんだけど、はい、なんかお年玉もらうじゃん、はい、じゃあこのお年玉なんか買おうとしたことが一回もないかもしれない、もしかしたら。だから未だになんかどうなってるかわかんないけど、私のもどっか行っちゃったの、どこ行っちゃってんの。多分ちゃんとママとパパに預けたから、うん、ちゃんと大切に取っててあると思うけど、はい、あんまなんかこの年玉で買おうとしたことない。怖い。なんか本当に取ってあんのかな。お年玉取ってあるよ。もらう時期ってお年玉もらう時期って、うん、あのこうもらったら何使おうかなとかって思わないですか。あ、思わなかったね。なんか全く思わなかった、私洋服買おうとか、うん、袋買おうとか、あ、洋服買おうとか、なんか、うん、あ、そう思うとマリア何にもしなかった。へえ、なんか取っといてなんか貯めとこうとか思ったから。いいですね。そう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 、ね、使う派と貯金派と。そうか、使うよね、使うよね、それはそうだよね。なるほどね。まだ今はもらえてるけどさ、渡す側になるってもうビビッ、ね、そうですよね。怖い。でも、もうすぐだもん。いとことかもくれたりして、もう大人成人したいとことかが、だからそう思うと、え、うん、ついこの前までも一緒にもらってたじゃんって思って、なんか申し訳ないってなるし。そうなるんだ。そうそう、私もあと2歳、うん、3歳とかで、うん、あ、3年か3年ぐらいで20歳になるから、うん、そしたらもうあげなきゃいけないのかなとか思って。もう怖いよね今から。大変だね。わー、大人になっていきます ね、 ね、本当に。そうですね、早いね。早いですね。はい、それでは、うん、ここで一曲聴いてください。モーニング娘。でその場面でビビっちゃいけないじゃん。お送りした曲はモーニング娘。でその場面でビビっちゃいけないじゃんでした。モーニングライブラリー。2017年9月14日にモーニング娘。は結成20周年を迎えました。そしてここまでモーニング娘。は数々の曲を発表してきました。このモーニングライブラリーではモーニング娘。珠玉の一曲を聴いてもらいます。今週はこの曲を聴いてもらいましょう。せーの、モーニングライブラリー。モーニングライブラリー、今週の曲は1999年5月12日リリース、5枚目のシングル真夏の光線のカップリング曲で恋の始発列車です。はい、こちらの曲は、アルバムセカンドモーニングの方で、アルバムバージョンで、新たにリメイクされて収録されている曲なんですけど、はい、私この曲のあのなんだろう、この夏っぽいというか、うんうんうん、ギターがすごくなんか明るくてすごくかっこいいなって思ったんですけど、うんうん、この一輝さんと二輝さんのなんか歌声というか、はい、この時ってすごく優しい声、優しい、今の私たち の、 あの歌声とはまたちょっとなんか全然違う、ガラッと違うような声で、なんかモーニング娘。は20周年でこうメンバーが入れ替わって入れ替わって、その今に至るわけですけど、なんかどの時代のモーニング娘。の声も好きなので、うん、なんかこう昔の曲、今のモーニング娘。しか知らないっていう方も、はい、昔のモーニング娘。しか知らないっていう方も、なんかどのいろんな時代のモーニング娘。の曲を聴いて、あのなんかこんな
あの曲があるんだなとか、うん、こんなメンバーがこんな声してるんだとかって思ってもらえたら嬉しいななんて思います。はい、はい、モーニングライブラリー1999年5月12日リリース5枚目のシングル真夏の光線のカップリング曲で恋の始発列車でした。ガールズガールズガールズフルブーストモーニング娘。18のモーニングダイアリーエンディングのお時間になりました。はい、はいはい、ということで1時間も本当に早いですけれども、うん、どうでしたか今日は。お正月のお話がたくさん、うん、そうだねありましたけど、なんか久しぶりに喋った感じがします。なんかさモーニングダイアリーのさ、うん、収録って1時間だけど、はい、なんか本当に早く感じる、ね、1時間経ってない感じするよね。うん、なんかそれすごい楽しいなって思いました。はい、はい、2018年もはいね、たくさん2018年そうだ2018年ですよね、うんうん、今年は。はい、頑張ってはい頑張っていきたいいきたいと思います。はい、はい、それではここでモーニング娘。18からお知らせです。ハロープロジェクト 20th アニバーサリーハロープロジェクト2018ウィンターパーフェクトスコアフルスコア現在開催中です。今中野サンプラザでハロープロジェクトみんなでこうコンサートやっているので、はい、お時間ある方はぜひお越しください。そして、2月7日にモーニング娘。20th としてミニアルバムをリリースすることが発表されました。はい、20歳のモーニング娘。というタイトルでリリースされます。はい、こちらもお楽しみに。そして春ツアーも決定しました。モーニング娘。誕生20周年記念コンサートツアー2018春、こちらまだタイトルは各仮なんですけれども、はい、3月17日オリンパスホール八王子からスタートします。はい、こちらもまだこうなんだろうないろいろ決まってないけど、はい、お楽しみにと言っておきます。はい、そして番組では皆さんからのメールをお待ちしています。宛先は1213@fmfuji.jp 1213@fmfuji.jp です。皆さんメールいっぱいお待ちしています。さらにガールズガールズガールズでは専用のツイッターがあります。ツイッターにはモーニング娘。18のモーニングダイアリーの情報も載っていますよ。そして先ほどですねクイズで1997年のクイズで罰ゲームをすること決定しました。堀田千咲さん罰ゲームはですねジョホールバルの歓喜を間違えたということで、歓喜つまりめちゃくちゃ楽しい、うん、喜んでいる姿をガールズガールズガールズのツイッターに写真をアップしたいと思います。はい、なので普通に喜んでるじゃダメでめちゃくちゃ喜んでる、めちゃくちゃ喜んでる、めちゃくちゃ今まで見たことないような喜び、ね、そうですね今まで見たことないような喜び、出していい顔になりますかね大丈夫ですかね、はい、もうギリギリっていうギリギリでいいんですかね、ギリ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 セーフでお願いします。はい、それではガールズガールズガールズフルブーストモーニング娘。18のモーニングダイアリーお別れのお時間になりました。お相手はモーニング娘。18の加賀楓と牧野マリアと森田千咲でした。バイバイ。ツイッターのちーちゃんとカイディお楽しみに。可愛くない、なんか可愛くない。もっと見つめて。可愛いのに、可愛いのに。心の私は、でもいじけちゃう。もっと見つめて。